像が完成したんだよ。早く見せたくて探しちゃった。それでそれで感想は？何これ、生徒手帳に入れてた玉尾先輩の写真が一恵先輩の写真になってる。しかもすごいドヤ顔。どうして、どこかで落とした？でもなんで代わりに一恵先輩の写真が？うん、それより玉尾先輩の写真を誰かが拾ったら、裏に書いたあれを見られでもしたら、私の玉尾先輩への思いが誰かにバレちゃう。どうしよう。一恵、ふみ先輩、ルイ、一恵見なかった？ここにはいませんけど、何かあったんですか？やられたのよ、教科書に落書き。偉人の顔が大変なことに。こんなつまらないいたずら、一恵しか考えないでしょ。じゃあ、あの写真も一恵先輩が？もしかしてルイも何かされた？そろーりそろーり、抜き足差し足カラス足。そこに隠れてたのね、一恵！やー、見つかっちった。どうしてこんないたずらしたの？私に恨みでもあるわけ？いやー、今の私はカラス天狗だから、いたずらしちゃうのも仕方ないよね。カラス天狗？役作りのためだからってこんなことする必要ないでしょう。いやいや、役作りじゃなくて正真正銘カラス天狗なんだってば。いつものあなたと何も変わってないから。やったー。ということはカラス天狗とフィーリングバッチリ。このちょっとは反省しなさい。ふにゅん、鼻つままないで、弱点だから。天狗になりたいんでしょ？お望みの通り伸ばしてあげる。カラス天狗だから伸ばさないといけないのはくちばしだよ。ふーん、じゃあこの減らず口をつまめばいいのね。ルイ、助けて。ふみ先輩、冷静に。ルイだって一恵にいたずらされたんでしょ？さっき写真がどうとか言ってたし。私はここはどうにかごまかして後で一恵先輩から写真を返してもらった方が。大丈夫だよルイ、あの写真はちゃんと保管してあるから。ん？他の人には見せないからね。裏にびっくりするぐらい乙女チックなポエムが書いてある。ダメです一恵先輩。鼻と口が、息が。よくわからないけど、いたずらするとこうなるのよ。もうしないって誓いなさい。では流れ星って意味があるんだよ。さらにさらに、災いの前兆って言われてたんだって。なんかちょっとイメージ悪いよね、災いって。そこで私考えつきました。天狗のイメージ向上のため、天狗伝説を作ることにしました。え、どんな？カラス天狗として永遠に空を流れ続ける特別な星になる。
みんな、そろそろ夕食にしましょうか。机の上を片付けてね。お安い御用です。どうしたの、イチエ。今日のレッスンが終わってからずっとこの調子です。大丈夫？風邪かしら。わからに。カラス天狗登場ってあちこち駆け回っていたずらして、その度に誰かに追いかけられてましたから、バテちゃったんじゃないですか？ああ、そんな噂聞いたわね。変なドッキリばかり仕掛けてたって本当？まごうことなき真実ですね。罰が当たったのかな。あんまり食欲ないんだよね。もしかすると風邪の引き始めかもしれないわね。何か消化にいいものを作ってきてあげる。ちょっと待ってて。はーい、ありがとう、玉尾。一恵、大丈夫？どうにかこちら側の世界にとどまってるみたいです。人を成仏仕掛けの幽霊みたいに言うな。ん？なんだかいい匂いがする。お粥作ってきたの、食べられそう？なんかちょっと食欲が湧いてきたような。それなら食べられそう。よかった、どうぞ召し上がれ。いただきます。おー、おいしい。ふむふむ、お粥はカラス天狗的にもバッチリですね。どういうこと？病人食というものは精進料理に似ています。山中で修行を積む修験者であるカラス天狗にとっては食事もまた修行。つまりこのお粥を食べることも薬作りの一環になるということです。美味しい薬作りがあるなら毎日やっちゃうよ。なんだか食欲がモリモリ湧いてきたよ。そんなに慌てて食べたらやけどしちゃうわよ。玉尾先輩、私もお腹が空いてきました。お腹と背中がくっつきそうです。そうね、私たちも食べましょうか。一恵のハンバーグはゆゆこちゃんとるいちゃんで分けてね。おっと、棚からぼたもちならぬバテたカラス天狗からハンバーグですね。ハンバーグ？やっぱり私も普通の夕飯食べようかな。おりゃあ、一恵先輩はカラス天狗でしょ。毎日精進料理でもよかったのでは？そうだった。これも薬作り。ハンバーグがなんだ！やっぱりしょぼーん。精進料理だからお肉は食べちゃいけないのよね。それなら豆腐ハンバーグなんてどう？お豆腐のハンバーグ？テレビで見たことあるかも。前に買った食材で作れそうだし、待っててね。わーい！全部食べちゃうからいっぱい作ってね。結局誰よりも食べてるじゃないですか。元気なのは何よりですけどね。